コーチングラボ。はい、コーチングラボのコーナーです。今回もスイングベターを使って、今度はですね、重心の移動をですねチェックしていきたいなというふうに思います。今回もですね、成田美鈴ちゃんに協力をしてもらって、まず成田美鈴ちゃんに打ってもらって、彼女の、重心がどういうふうに移動するのかを見ます。そして僕が打って、僕がどういうふうに重心が移動するのかを見てもらいます。僕らが打つことによって、いろんなタイプがあるっていうのがきっと分かっていただけると思いますし、多くのアマチュアの皆さんに参考になるものだと思います。ぜひ見てみてください。はい、僕たちのですね、重心の移動っていうのを見ていただいたわけですけれども、共通事項もありましたよね。バックスイングの時に右に入って、途中で、わずかに前に行って最終的にかかと寄りに入ってくるという傾向でした。多くのプロがですね、僕らと似たような形なんだというふうに思います。ただアマチュアの方がじゃあどういう傾向があるかというとですね、バックスイングの時に例えばリバースピボットのプレイヤーっていうのは右足に体重が入らないという方もいると思います。ましてその真逆ですね、右に体重を乗せるということを意識しすぎて右に体重移動の量を取りすぎるというプレイヤーもいると思います。そして下手をするとフィニッシュの時にですね、右足に体重が残って、要は明治の大砲と言われているようなスイングですね、こういうスイングになって左に一切体重がかからないプレイヤーもいると思います。ですから大事なことというのは、バックスイングの時にはわずかに右に重心が移動をして、そしてフィニッシュでは必ず左の方に重心が移動するということをですね、しっかりと意識していただくことが大事だと思います。ただ僕たち2人のですね、こう違いというのは見てて、僕の方が右にウエイトが乗る量が少ないという傾向を多分皆さん見ていただければ分かったと思います。ただこの右に体重が乗る乗らないということに関して言うと、そのプレイヤーの個性が出るところなので、その量に関してはそんな大きな制限はないと思います。ただあまりにも大きく取りすぎると、決して飛距離につながるというよりはですね、ミート率の低下を招きますので、多くのアマチュアの皆さんはですね、右には乗せるんだけれども、あまり頭が動きすぎないとか、そういった制約を設けてですね、体重を乗せていただければいいのかなというふうに思います。またですね、このようなスイングベターを使っていただければ、自分の重心の位置というのが正しく把握できますので、ぜひですね、こういった機材を使って自分の重心位置を見て、練習していただければより効率的な練習ができると思います。